弁護州はアンゴラ北西部の州。州都はカシート。北にザイイレ州。北東にウイジェ州。南東にクアンザノルテ州。南西は首都ルワンダ州と接し。西は大西洋に面している。面積は2300平方キロメートル。人口は約36万人。かつての州域1985年、ルワンダ州より新設された。 設置当時は、ルワンダ州を取り囲むように州域が広がっており、南東をクアンザスル州と接していた。2011年、州南部のイコロエー弁護と貴様の2自治体が、ルワンダ州へ編入され、面積が約1.7万平方キロメートル減少するとともに、クアンザスル州とは接さなくなった。弁護州には、以下の自治体がある。リパブリック・オブ・アンゴラ・プロビンセス。 シティパプアレーションで2021年4月26日閲覧。プロビンセスオブアンゴラ。statoids.com。2021年4月26日閲覧。シルビア・クリーズ。アーバン・ガバナンスターニング・アフリカンセス・アラウンド。ルアンダ・ケース・スタディ・アドバンシング。リサーチ・エクセレンス・フォー・ガバナンスパブリック・ポリシー・イン・アフリカ。 2021年4月26日へ閲覧。ありがとうございます。